あなたは平清盛を知っているだろうか。貴族社会だった平安時代末期。当時の武士の身分は、政治を行う貴族よりもずっと低かった。そんな厳しい身分ながらも、清盛は保元平治の乱で活躍し後白河上皇の信頼を得たり、自身の娘が後白河上皇の息子の高倉天皇に嫁ぎ、武家と皇室の結びつきを強くし、そして平氏一門が朝廷の要職を独占するなど、平氏一門の地位を確立する目覚ましい活躍を残した。なのになぜか、源頼朝に比べると全然人気がない。一体なぜなのか。平清盛、優しいです。経済重視の政策やります。平家にあらずんば言ってません。こいつが人気ない理由。壇ノ浦で負けたから。清盛は負けてないやろ。壇ノ浦の戦いで平氏の指揮を取ったのは、清盛の三男宗盛と四男知盛。平氏が源氏に比べて人気ないだけで清盛はそうでもないやろ。頼朝よりは人気やろ。義経がスターだからその敵は極悪非道でハゲでなくてはならん。平の清盛って過小評価されすぎだよな。実績はもちろんなんだが、人道的にも天下取った人間であれだけ下の奴らに優しかった奴っていなくね。取り巻きがいきりすぎたかん。これ、平家にあらずは人にあらずって別に清盛の言葉じゃないし、その意味では藤原氏のがよほど奢ってた。義弟の言葉なんだっけか。清盛って調べるほど善人としか思えないエピソードばかり出てくるよな。法を幽閉したりしたのが戦前の広告士官で悪役イメージに拍車をかけてるだけで、実際は後白河をほっとくわけにはいかなかったわけだしね。悪人に書かれがちな平清盛。実は性格はとても優しかったようだ。例えば、相手がミスをしてもむやみに声を荒げない、つまらない冗談でもにこやかに接す。最下層の従者でも従者の家族の前ではメンツを潰さないなどなど。そして極めつけには、身辺役が朝寝坊してても咎めずにそっと起きて、自分が寝てた布団に寝かせてあげたエピソードとかあるけど、源氏ならその場で殺してそうだわ。冬の寒い時に、身辺役の幼い従者を自分の衣の裾の方に寝かせ、彼らが朝寝坊をしていたらそっと床から抜け出して存分に寝かせたそうだ。後白河も暴虐家というより、行き当たりばったりに有力武士を使って自分を守ろうとしてただけという。平家がそのまま政権握ってたら現行負けそうだし事実通りでよかったかもしれない。水軍自身満の平家なら水軍が弱点の元軍をもっとボコボコにしてたかもよ。平家とかいう一族仲良し集団が源氏みたいな一族殺し合い集団に勝てるわけないんだよな。分家筋の足利家も漢王の上乱とかいう兄弟戦争しとるし。漢王の上乱は、南北朝時代の足利政権の戦乱。将軍足利高氏の弟である忠義の派閥と、幕府執事公の諸直。そして将軍高氏の派閥が争った。幕府執事の公の諸直は高氏の手によって抹殺され、弟の忠義も高氏の手によって暗殺されたとされる。執権北条氏は平氏だから鎌倉幕府は実質平氏政権。執権の北条は平氏やし、源氏の佐竹は頼朝なんかに従えるかといって清盛サイドやったし、平氏や源氏どっちもバラバラやろ。朝廷に接近して摂関も解き始めた時点で当時の感覚では平氏は価値格やろ。女子供がいようと関係ないわ。まあ当時は貴族たちと蜜月だった平家だったし、貴族たちの心象を考えると子供や女は殺しにくいってのもわかる。平家の基盤が武士相手じゃなくて貴族相手のもんやからね。清盛自体は追いやった後もずっと警戒しとったけど、貴族化してた子世代孫世代の平屋では色々無理やろうし。これはある。頼朝は鎌倉幕府を開いたことだけで日本史上屈指の偉人と言える。ただ頼朝自体、清盛の成功例と失敗例をよく観察してるから、そういう意味では清盛も武家社会の基盤を作った先駆者。割としっかりしてた重盛が早死にしたのは痛いね。その下の連中はお気楽に親父清盛の絵を狩るやつばかり。重盛早死にはマジでダメージ大きい。あとは清盛の死の直前に高倉天皇が死んだために、後白河が政治に復活しちゃったのも平家にとっては致命的だったと思う。宗盛より知盛に総大将任せてればまだ長らえたかも。なんか源氏が正義で平家が悪みたいな風潮あるよな。負けた奴には人権あんまりないから。歴史は勝者が作るからしゃあない。勝てば官軍を絵に描いたようなもんよな。源平合戦とかいう兵士のうちはもめ。頼朝の配下兵士の血筋ばっかやん。そら平家にあらずんばの精神よ。源平合戦って名称が実情と正しくないからね。なお鎌倉三サイドも鎌倉入って次にやったのは源氏の佐竹征伐。息子が自分より先に死んで破滅という、後の戦国時代によくあるパターン。
子供だからで恩情見せたからやろ。平家、頼朝はまだガキやし見逃したるか。その結果、その頼朝の手によって一族皆殺しにされる。清盛、族軍となった大将の子供たちだけどまだ幼いからみんな許すで。義朝、族軍となった親父の子供たちだけど幼くともみんな殺すで。仕方ないといえば仕方ないんだが。ほんと甘ったれやなこいつら。子供はかわいそうだから殺せない。その程度の軽い覚悟で戦やってたんか。平家は優しいからな。武家として致命的な甘さやからな。当時の武家としては平家の感覚が普通。源氏が後に天下取ったのも清盛の慈悲で、頼朝義経たちの命までは取らなかったおかげなのに。平家は調和と平和を目指したんだよな。生かしておくのはまだええやろ。なんで自由に行動させたのか、これがわからない。頼朝を島流しで許した俺かっけえなんてなめくするから。頼朝の弟は土佐に流したから鎮圧も成功した。よりによって嫡男の頼朝を東国武士の巣窟の関東に流したのが悪手だったと思う。甘いというか、あまりやりすぎるのも逆効果なんやで。兵士だから何でもできるというわけではない。遠くに追放したのが大きな間違い。身近に置きつつ実権を持たせない役職にすればよかった。せやから家康は秀頼殺したんやぞ。今川義元の人質だった幼い日の徳川家康は、吾妻鏡という鎌倉時代の歴史書を読んでいた。そこには、平清盛が幼かった源頼朝の命までは取らずに見逃したこと。そして、大人になった頼朝に平家が滅ぼされたことが書かれていた。家康が豊臣家の存続を許さなかったことは、いずれ豊臣家がかつての頼朝のようになると学んでいたから。敵に情けをかけたら最後は自らが滅ぼされることを、徳川家康は教訓にしていたのだ。逆に源氏と鎌倉御家人は血も涙もなさすぎ。同じ幕府三サイドなのに暴殺、合戦お構いなし。その点豊臣秀吉すごいよな。織田家実質乗っ取りしたのに、織田の後継ぎは関ヶ原で大阪側について華々しく戦ってるで。敵の敵は味方だからしゃあない。本能寺から小牧長久手までの秀吉はほんま怪物やわ。晩年にボケるまでずっと化け物だぞ。あいつ晩年ボケてたのと破滅願望でもあったのかな。でも絶対一族皆殺しにするマンも結局滅びてね。ヒトラー、ポルポトなんてそのもっともたる類のもんじゃないんか。ヒトラーは内外に敵を作りすぎやし、ポルポトはやべえやつだからしゃあない。スターリン、有能。源氏、ちっちゃい子供おるけど追い詰めるで。義経、お、子供やん沈めといたろ。義経は非戦闘員殺しまくれるし、義仲は役立つ激しいからな。というか日本人は結構爪の甘い考え方するわ。ヨーロッパや中国みたいに乱世慣れしとらんから、子供とか女を許してひどい目に遭う無能ばっか。ほんまにな。覚悟のない中途半端な奴が多すぎる。中国やヨーロッパだったら、一族郎党を想像を絶するエグい殺し方をして審判がビビって何もできなくなるくらいにはやるからな。義経、平家滅ぼしたんを、頼朝、お前も死ぬんやで、こんな展開は読めないやろ。言うて義経は本田三角形がもっと生きてるような奴やぞ。そんな奴チームから追い出さない方が罪や。義経も浮かれまくってたのは事実だし、そらし苦戦されてもおかしくないやろ。兄貴の命令何回無視したんですかね。頼朝が義経に検非違使をやめて鎌倉来い言うたのに、無視したのがあかんかったということらしい。そら鎌倉とかいう僻地なんか誰も行きたくないわな。頼朝は何にもしていないのに頼も殺してる。あいつアホすぎた。仮で頼朝の生死がわからない中で、政子に自分に任せろ宣言は謀反と考えられてもしゃあない。でも結局頼朝直系の子孫は根絶やしにされて、北条家が天下取っとるからな。因果は巡る。当時の感覚では、関東から兵を引き連れて都に押し寄せてくるなんて発想するなかったんやない？小説やフィクションの影響で過大評価されがちな奴は、坂本龍馬しかり真田幸村しかりいくらでもいるけど、こいつは平家物語のせいで悪く書かれた結果イメージが長年定着し続けた逆パターン。主人公美川大河ドラマの鉄則だが、史実の偶然エピソードを使わずに平家物語の悪人イメージで作られた大河ドラマは清盛だけだよね。もし源氏と平家が争ってなければ日本の歴史変わってたよな。そんでいろいろあってワイにも可愛い彼女ができていた可能性。平家の面々は妙に公家化してそれぞれ権威志向あったから、源氏と戦わなくても内下場で自滅しそう。内下場で三代で源の後継ぎいなくなるとかどんだけやねん。本家が三代で潰れた時点で組織作りは下手ですわ。どんな時代も三代目は大事やな。真面目に考えてみると、
天皇を担いでの貴族政治が没落していく中、いかに武力的な政治介入を防ぐかという話やで。やっぱり議会制みたいなのを敷いて、地域豪族、武家も一定程度参加させるようにするしかなかったんちゃうかな。源氏の天下なんて20年くらいだろ。鎌倉以降の武家政治につながるところが大きい。武家政治が誕生しないように公家が統治し続けてるためには、どうすればよかったかってことよ。幕府でせこせこ稼いだ統治なども意味。内下馬の見苦しい原始より兵士の方が優れてるのは明らか。安徳天皇が草薙の剣と共に海の底に沈むこともなかった。公家政治が続いてたら元寇防げないやろ。一方で武家はいたのだから、公家がいかに武家を朝廷の軍事部門として統率できたかによると思うやで。せやから、統治権を渡さずに、かつ武力の提供を認めさせる政治システムはどうあるべきだったのかを考えてみるとええ。扇の元とかいう話嫌い。ワイナスの余一、憎き兵士の頭ぶち抜いて5万越。喧嘩さ、扇が落ちたのを祝った兵士を殺すとか陰キャすぎないかい？は？戦場で踊る奴が悪い。くさ。扇入れんかったら源氏側は恥かくのに扇入れても平家は何も代償ないわけやからな。そら命の一つくらいもらいますわ。兵士、ここやで撃ってみろやう。源氏、ほいきた、パシューン、命中。兵士、あいつ当てよった、やべ、お祝いにみんなで踊って祝福や。源氏、なんであいつら踊っとるんや無慈悲な殲滅。国語の教科書にも載ってるけどほんま空気読めない奴らやなって思ったわ源氏。壇ノ浦で兵士の大将とももりが義経に一騎打ち申し込むけど、義経くん知らん顔して逃げるからなほんとクソ。鎌倉時代から家康が江戸幕府創設するまでの日本ってマジで修羅の国やし。飛鳥時代からずっとじゃないか。藤原の先祖なんぞ蘇我氏を騙し討ちしてたんだぞ。蘇我氏、さすがに皇太子と藤原氏が陛下の目前でわしを殺すなよ。てか中世あたりの通信技術やと日本全土に統治力カバーとか無理ゲーやろ。山だらけと海だらけ、東西クソデカ、馬もダバで走った方が早いとか。とはいえ鎌倉幕府は東国中心やけど、ある程度それに成功してるんや。伝令システムと多少の強制力があればトップが公家か武家かは構わんやろ。家と食料が紐ついとるから武家が暴走しても公家じゃ止めようがないんよな。そこよ。家業としての武家をどう公家が従わせるか。やっぱり、各地の領有は武家に任せて、縄張り争いみたいなのを調整する組織を朝廷が作るしかなかったんやないかな。つまり上級の乱みたいな形ではなく、朝廷がある程度譲歩して武家をうまく使うと。執権北条氏は平氏だから鎌倉幕府は実質平氏政権。平氏も平の将門の一族とそのおじ一族で争いはしてたし多少はね。方言平氏の乱が身内同士で分かれての殺し合いやからな。所詮血塗られた道よ。欧州藤原氏、よっしゃ俺らは海の向こう側と貿易して金儲けや、欧州が一番や。欧州藤原氏、いくらなんでも頼朝さんの弟さんをかくまっただけで俺らまで滅亡させるんですかね。結局かくまってなくても何癖つけて滅亡させるぞ。欧州藤原氏、ただ貿易で金を稼いでいただけですやん。ただ税金は安くしろよ。なんか金持ってる奴が中央政府から離れたとこでこそこそしとるのきしょいから、とりあえず殺しとこうの精神やぞ。欧州藤原氏、なんでや蝦夷と大陸相手に稼いではいけないのか。琉球、せやせや。頼朝はなぜ人気ないのか。陰湿やからやない。いいところ、あの時代なのに恋愛結婚という情熱。悪いところ、弟殺し際立ってんだよな。弟二人殺しちゃったからね。弟義弟二人殺したノップは大人気やんけ。頼朝はいいとこも悪いとこも特にない凡庸さが受けないとこやろな。鎌倉にいながら院政期の京都の荘園支配ぶっ潰して、守護寺等置くようなやつのどこが凡庸やねん。現場指揮とかせず常に鎌倉で政治全振りしてるのが受けない理由やろ。目立った失敗エピソードみたいなのもない完璧な機会すぎて人間味があんま感じられんねん頼朝は。馬から落ちてあっけなく死ぬとかいう無能エピソードあるぞ。鎌倉が人気ないのって割とマジで北条のせいだよな。時政政子義時全員ガチでヤバい奴らだし。こんなのの末裔が150年くらい政権握ったとかなえるわ。戦国好きなら頼朝って部門の神やろ？嫌いになる理由あるんかな？ワイが北条ファンやからなのかな？神様はなんか部門エピソードある？打倒平家に立ち上がったやんけ。頼朝がいなかったら武士の地位は永久に搾取される側だったかもしれんのやで。言うて武家のくせに後方下がりっぱなしで武勇伝もないしね仕方ないね。有能とは思うけどいけすかないぐらいの人が多そう少なみかん。信長が親族普通に殺しまくって終わり統一したのあんまりクローズアップされないよな。足利尊氏、織田信長に弟殺しは英雄の特権。
頼朝、高氏、信長、生きるため仕方なかった。いかがだっただろうか。清盛ってめっちゃいいやつじゃないかと思った人はコメント欄で教えてね。これからも面白い歴史の話題を紹介するので、この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録して待っててね。最後までご視聴ありがとうございました。